おざます。ピノチャンネルのピノです。今回はですね、11月24日更新情報。はい、ということで、1日遅れにはなってしまうんですけれども、11月24日にね、もう盛りだくさん、てんこ盛りの、更新が来ました。あまりにね、更新内容が多くて、まあ、一応ね、私もあのさらっとの、まあ、あのまとめ動画というかね、あの紹介動画作ったんで、よろしかったらご視聴いただければと思います。またね、ちょっとこれプロスピエイサーの公社集会イベントが終わったと思ったらね、ルーレットヒッターが来たり、ルーレットヒッターが終わったと思えばね、エージェントエースリアタイの大会でね、もうやることがもう本当てんこ盛りの盛りだくさんになってますんで、まあね、本当に年内、今年もね、残すところあと1ヶ月ちょっとっていう中でね、コナミさんもあのだいぶ畳みかけてるなっていうような印象を持ってますということで、早速本日の動画の内容に行ってみましょう。はい、ということで、まずはですね、ワールドスターセレクション第3弾の登場ですね。今回は投手の大谷翔平選手と前田健太選手になっております。ガチャの仕様は、いつものワールドスターの内容なんですけれども、まずこちらに関しては、まあ、無課金の方はスルーでいいかなというふうに思います。初心者の方もね、スルーでいいと思います。大谷選手、特にね、まあ、マイケル選手もそうなんですけど、ステータスも高いですし、あの投手としてもね、非常に使いやすいんですけれども、まあ回すのであれば60連まででワールドスター1人確定っていうところまでは回せないと、やっぱりちょっとありがたみが少ないかなっていうのと、あとはですね、来年3月 WBC の方に大谷選手が、参戦することを表明してますので、まあこのままね、怪我となく、参戦するようであれば、侍ジャパンセレクションでね、現状の大谷選手が出る可能性もありますので、まあ、あの今回のね、7周年から始めたよっていう方なんかは、特にあのそこに向けて、まあ、大谷選手をね、使いたい場合は温存しておくのがいいかなというふうに思います。はい、続いて2つ目はスパークコラボ第1弾ですね。こちらは私もちょっと意外だったんですけども、12球団から1選手ずつの登場になりました。予告されてたヤクルト村上選手、日本ハム松本選手の他にも各球団から1名ずつですね、はい、ピックアップの方がされております。で、選手のラインナップを見てみますと、12人中4名がですね、アーティスト持ちということで、まあ、初心者の方はね、非常にここ3分の1アーティストっていうね、かなり熱い内容にはなっております。ただ参戦の能力は通常と一緒だったり、あとは第3特殊能力ですね、今回は秀逸っていう形になってるんですけれども、おそらくこちらね、内容を見ていくと、アニバーサリーの祝宴と同じかなっていうところで、まあそこまでね、唯一無二っていう感じではないので、まあ、持ってない方はね、もちろん、獲得できたら大当たりなんですけども、この後、話すんですけども、今回イベントのね、開催になっているエージェントエース、こちらの累計報酬で、スパーク第1弾の選手1人確定で取れますんで、まあ、そこでね、ステイするのが、まあ、無課金初心者の方にとってはいいのかなっていうような感じです。で、まあ、狙い撃ち、1球団の狙い撃ちはね、ちょっとガチャシステムからも難しいんですけれども、例えばね、センターの選手ですとか、セカンドの選手、三森選手ですね、なんかはまだ通常追加がね、されてないので、アニバーサリーから始めてっていう方でね、そこの適正の選手を持ってない方なんかは、アーティストの選手じゃなくてもね、非常に当たりなんじゃないかなというふうに思います。はい、続いて3つ目はですね、通常追加でございます。今回は S ランクが抑え、そして A ランクはセカンドが追加になりました。抑えの追加はやっぱり今回結構熱いんじゃないですかね。はい。ね、みんなステータスもね、変化球もやっぱり使い勝手のね、いい選手が非常に多いラインナップになっておりますので、ここもね、今回引けた方はね、まあ非常に大当たりと言っていいんじゃないでしょうか。はい、ちょっとね、時間の関係上、各選手の、紹介なんかは、ちょっと端折ってしまうんですけれども、ね、選手名鑑の方でね、能力の方はチェックできますんで、こちらの方でね、ちょっと見ていただければなというふうに思います。はい、続いて4つ目ですね。こちらは、7周年記念キャンペーンの一環ですね。はい、S ランク選手1人確定の、無料10連プレゼントスカウト、おかわり2杯目ということで、今回追加になっている選手も含めて S ランク選手がね、1人確定しているスカウトになっております。
じゃあでね、ダイスランク、しかもね、今回はシリーズ2の選手が確定してるんでね、当然まだ未所持の方なんかも多いかと思いますんで、まあ、非常にね、狙いの選手だったり、当たりの選手とか、まあ、1点狙いはね、もちろんちょっと無理だと思うんですけども、まあ、そういったのがね、まだね、シリーズ2完全移行して間もないので、まあ、ここのね、S ランク確定っていうのは、非常にありがたい仕様となっております。ということで、コナミさん、ありがとうございます。はい、まだまだいきますよ。5個目ですね。5個目は、イベントの追加更新ですね。はい、ルーレットヒッターがね、11月25日の3時までなんですけども、それに被せる形で、エージェントエースの方が、スタートしました。12月の1日までということで、累計報酬でですね、S ランク、スパークプレイヤー契約書第1弾の選手が1人確定というね、非常に激アツな累計報酬となっております。なんとしても無課金初心者の方はね、ここで狙いを引くことがね、もうものすごく大事になってくるんでね、ゲームをね、プレイする上でもやっぱりモチベーションに大きく関わってくると思うので、まあ、ぜひね、皆さん気合で狙いを勝ち取っていきましょう。あとね、まあ、単純にね、このイベントは自分が持ってない選手をね、使ったりできるっていうので、非常に楽しいイベントとなっておりますので、まあね、スペシャルレアリティの選手なんかは、ここでちょっと使用感を確かめたりとかね、た形で来年以降のね、はい、狙う選手とかのね、はい、にも、まあ、なりますので、このイベントはね、まあ、しっかりと、累計最後までね、はい、みんなで走って終わらせていきましょう。はい、続いて6個目ですね。6個目は、リアタイの全国大会ということで、チーム魂杯、そしてテクニカル杯が、同時開催となっております。こちらも12月1日までですね。本当何個かぶせてくるんだっていう感じなんですけれども、こちらね、純正チームで出場するか、もしくは、個人スピリッツ9999固定で出るかの、内容となっております。大会ルールでの使用となっているので、3イニングの超高速フェードということで、まあね、初心者の方なんかはね、まだリアタイ全然これからですよっていう方も多いと思うんですけれども、こちらもね、累計報酬に A ランク自チーム契約書ですとか、エナジーの回収、そして S ランク 30% 契約書とかがあったりするんで、まあ、ランキング上位を狙わない方でもね、累計報酬分はね、ちょっと合間を見て、プレイすることをお勧めします。重ねてね、通常通りランク戦もね、やって、ランク上げてエナジーを回収したり、スピンメダルをね、回収することも大事になってくるんで、本当にね、やることはてんこ盛りでございます。はい、ということで本日の動画いかがだったでしょうか。ちょっとね、やることは多すぎるんですけれどもね、一個一個しっかりとね、楽しみながらプロスピエースをね、今週も満喫していきましょう。ということで最後にですね、前回動画の続きになります、ビンゴチャレンジの全面クリア報酬の S ランク契約書の開封の一幕を見ながらお別れしたいと思います。本日のご視聴ありがとうございました。よろしかったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ビノチャンネルでした。誰が出たんでしょうか。あざしたー。